大ちゃん、高いね、大ちゃんがおひじゃに来ると。麦ちゃん、おむぎちゃん、おむぎちゃん。むぎちゃん、おいで、こっちおいで。ここ空いてるよ、ここ。お椅子空いてますよ。おいで。むぎちゃん、おいで。だいちゃんのお膝。むぎちゃん。え、来た来た。むぎちゃん、むぎちゃん。ここむぎちゃん、ここむぎちゃん。はい、本日はフライパンでちゃんちゃん焼きでございます。ございます、ございます、ございます、ございます。いやだね、むぎちゃん逃げちゃった。むぎちゃんさっき、むぎちゃんなくなっちゃった。ちゃんちゃん焼きの鮭がなくなっちゃったね。どちらを選びますか。ああ、なくなっちゃった。味がついとるであげねえね。見ちゃう。見ちゃうね。いや、見ちゃうね。なんでそういうことするの、あんた。はははじゃないよ、かわいそうに。見てるやん、すごい。ガン見しとるよ。どうにかあげれんかな。さんがやめれ。めちゃめちゃ可愛い。すげえ見るじゃん。今何をやってるかというと、息子が鮭を箸で箸で持ち上げた方向を麦ちゃんがずっと目で追ってる状態。いやーかわいそう、いやーかわいそう。これこれこれこのこれこれをもぎちゃんがやめなさいってねえ、もぎちゃん味のないとこ取りなさいよ。味のないとこ取りなさいよって言ってもさ、取りなさいよって言ってもさ、こっちだったら見てもらうな。取りなさいよ。加えて芋の産地じゃない、新潟から来ました。でも全く子供取れないでしょ。なくなっちゃうじゃん。そんなこと言われても難しいわ、鮭は。繊維がボロボロだけど。生地のさつまいもを使う業者さんも、新潟のさつまいもが美味しいって言って、これない私に来るんだよ。なんであんたに来るんだよ。さつまいも愛で検索すると、私トップに来るんです。え、そうなんですよ。ところがね、これちょっと前までそうやって言ってたんですけど、最近広瀬すずちゃんがネットでさつまいも愛をつぶやきすぎて、つい広瀬すずちゃんって私になっちゃった。うん、十分だと思うよ。広瀬すずちゃんだからね。ね、そうなんだ。早く麦ちゃんが食べてるから、食べちゃいなさい。なんで怒られるの。スイートポテトウェディングって言います。芋神さんに愛って言います。芋神さんは言うんですか。芋大名人って言います。どれだっけ。この子芋大名人だ。この子なんですか。はい、この子です。皆さんにはそんなにないですね。はい、こちらです。さつまいも全部で今23品種、それを調べたらネットにもおしゃれに動いてっちゃう。やばい。なんでよ。やばい。じゃーん。職人が焼く石垣芋に久しぶりに食べたら
こんなホグホグしてる今は。これ。その変な動きやめろ。何やってんだ、君たち。脳がギガ泥棒。脳が SNS 放題。2480円。そういえば、俺はどうでもいいのか。これは試験です。食べるの下手だね。働く人の犬みたいもらえんもんね。名前はエルバンです。好きなことを仕事にしてもいい、時間を忘れて打ち込んでもいい。M 版働く日もそうじゃない日も人生のあらゆる瞬間を変えていく車です。 M、 そう、よし、食べたかね。まだあるね。よかったね。うまそう。ハネパリ薄皮肉パンパン、うひゅー、肉汁ドバーンドバーン。2つの足技おいしい。うまー。元気食べたい。そうだ、うひゅー、みんな上手だね。ぐーっと来てからの生姜の抜け感、ご飯との相性、天才も全部はいけちゃうでしょ。いけちゃうよね。よし、一枚、麦ちゃん。あ、小林製薬。よかったね。化学繊維の満足だね、ちょびっともらったら。ね、長くかかるのね、麦ちゃん食べる。あ、美味しかった。ね、よかったね。あ、小林製薬。方に合わせて肌への圧力を自動調整。肌を快適な剃り味。7歳だったみたいに。スキンケアシリーズ出た。黒酢の香りとタマネギの甘みの深い味わい。キユーピーテイスティードレッシング黒酢玉ねぎ。やっぱ光 TV だったんじゃないの。いや、主役やる、やらせてください。やるかな。ねえねえ、あちゃぱー。あ、ね、このうねりのないビューティフォーなストレート、きっとジュレームだ。新登場、ノンビツヘアドライフで、ね、ウェルカムのサラサラストレートに一品純薬、ジュレーム型ですの。ジュレーム野菜生活、今と吸いちゃったね。そんな時はスムージーでヘルシースナッキング。うちのスムージーは素材の美味しさがぎっしり。しかも野菜生活スムージー、タイちゃんね。美しすぎる絶景の旅、ロープウェイの世界。もうそのロープに当たったらやっぱり5回乗ってから。5回乗るんですか。さあ、使いたくなる組織の世界。続いては初心者におがってる。一番ホール。ウソか。ウソがしっかり残る。はい、いいよ、タイちゃん。遊んでちょんだい。いよいよ元気くんの大将戦。対するは岡山県1位、2年生ながら大将の高橋くん。やめてきたの。遊んでたじゃん、今一生懸命。
届きませんでした。小麦です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しいにゃん。また見てにゃ。ほなにゃ。